次は引用です。なんかこう人が言ったことを引用したいっていう時にこうやるとですね、この影のようなマークになりますんで、まあ、コピペして持ってきてもいいですし、こう字を書いてもいいですね。ここから抜け出すには、エンターを2回押すとこう抜けて続きが書けます。それをこう言っておりますですね。エンター2回というのはこういうことです。あと、スマホではですね、引用したいメッセージを長押しして、返信と。